あと前髪分けて、最近分けてるから OL っぽい。ありがとうございます。マングさん、かっこいいね。ありがとうございます。モングさん、音符もありがとう。曲ちょっと楽しみにしてください。またちょっといろいろね、もうちょっと告知には時間かかると思うんですけど、皆さんが喜んでもらえることができると思うので、ミータさんありがとう。リップしっかりしてる？本当？曲作り頑張ってます。最近は最近ずっと。今日お昼ご飯はカレー食べました。カレー、そう、雲可愛いでしょ。ちょっと時々ね、変な趣味するんで。メイドさん、バラ振らせてくれてありがとう。いっぱいありがとうございます。今日さ、天気暑かったよね。なんか家出る前、今日寒いかなと思って、あの長袖着てきたらめちゃめちゃ暑くって、野菜カレーを食べました。野菜カレーでしょ。野菜カレーって書いてたもん。牛すじ野菜カレーって書いてあった。やすゆきさん、おんぱありがとうございます。書いてあった。事務所ね、近くにね、サボン屋さんがあってね、今日はね、スクラブを買ったんだ。あら、初のスクラブ。サボン、そう、スキンケアとかさ、これは洗顔じゃなくてボディにして、お会計して、あ、洗顔もいいなって思ったけど、あの、ありがとうございましたってお出口の方に持ってかれちゃったから、今日はもう終わりにした。赤パンダさん、タンバリンありがとうございます。サボンっていうお店、これはでも3ヶ月、もう一個ちっちゃいのがあって、それが3000円ちょいで、こっち5000円ぐらいだった気がします。これワンピースです。そう、アウトレットで買いました。はい、ネイルはしてないです。でもしようかなと思ってる、そろそろ。じゃこら DD さん、レインボースターありがとうございます。どうなんだろう、安いの、どうなんだろうね。3ヶ月持つって聞いて、こういうのも初めてスクラム買ったから相場分からんけど、けどなんかお肌すべすべになるって聞いたので見ました。ヒロパンダさん、まらありがとうございます。パンダさんもパンダ今日多いね。おっぱありがとう。大人っ
ぽい？本当？洋服のせいかな。前髪かな。前髪少なくしようって前も言ったな。少なくするのを目指してるんです。そう、ヤミーさん、だるまさん、ありがとうございます。これはクマです。クマ、前髪プラスヘアスタイル洋服サングンボ、確かにそうかもしれないね。もう21歳なんでね。クモは好きですよ。あ、本物のクモは苦手やけどな。けどあのネックレスさ、チクチクしてるネックレス覚えてますか？痛そうってよく突っ込まれてたやつ、あれと同じところで買ったやつで、このクモのイヤリングっていうか軟骨よりも買ってたけど、軟骨のところにはなんかちっちゃすぎてなんかフィットしなくって、最近つけてないけど、ピアスかな。うん、イヤリングも あるのかな、ありそうだけど。ね、クマデザイン、そんな貴族貴族みたいですか。そう、でもなんかこういうのは巻きないような洋服風ですよね。今日は30分ぐらいを予定してます。これって今ここ開けたら、ここ違うか結局、もうちょっと上げようかな。でも多分ここも上がりますよね。え、嘘、上がった気がした。あ、でも腰下しかないのか。あ、これぐらい、すいません。いい感じ、ありがとうございます。なんか背中が痛くなってきちゃった。終了も初めて、ワンピース、ワンピース。でもなんか街歩いてたら目立ちそうだね、コテコテとしすぎて何も気にせず着てたけど、この服好き、嬉しい、ありがとう。確かに慣れて慣れて、
や、明日は雨降るのかな。当分晴れかな。当分晴れ？あ、梅雨かと思ってた。まだ梅雨来ないやの。雨？晴れですか？そうなんだ。晴れみたいです。トールさん、またありがとう。梅雨始まってると思ってた。ゆんべさん、ありがとう。なんかその音符チクチクしてるね。今日暑かったゆんべさん。ダートイカワイ、ありがとうございます。多分梅雨入ったと思ってたけど、入ってないっぽい気もしてきて、なんか今年梅雨遅いよって聞いた。どうなんだろう。眉毛太め？え、嘘。今日太い？いつもと変わんないよね。変わりますよね。でもなんか前髪あるとさ、こっちで見ると嘘。じゃあ太眉目指しとこう。嘘、顔は濃い？嘘だ。それはない。今日はちゃんとあの光があるから、光があるから。ちゃん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 、マングさん、花束ありがとうございます。エクボあります。うん、皆さん元気にしてますか？昨日さ、ファンクラブさ、ちょっとかまちょしちゃったんですけどあれ最終的にさ、なんかいろんな方がさ調べて送ってくれて、なんか霧とか、あとは上の空を意味するとか。マングさん、めちゃかわいいのありがとうございます。赤パンダさん、お花ありがとう。あれ、絵文字のところに出てきた。うん、絵文字がダーって並んでるところにあったから、そう。顔洗ってる時やと思った。黒いのは泡がこうやって顔洗ってて、泡のままの顔だと思ってました。顔のなんか上にさ、泡がさすごいかったじゃん。泡じゃないのか、あれね、泡だったから。なんかお風呂に入るよみたいな感じの印なのかな。あー、アンドロイド。確かに、なんか送る方によってさ、普通の顔と霧っぽい感じだったからさ、私2つ重なって顔の上にあのああいう白いモヤモヤがついてるやつやったんで、なんやこれって思って、多分そこが違うんだね。私が送って見つけたやつも、ほんと人じゃない、あのいつもあるニコちゃんマークみたいな、あれ違うんだ。なんかさ、
めちゃめちゃ気になってね。こんばんは。どう見えるか見せてくれる。今ね携帯でやってるからあれだけど、調べたら出てくるのかな。なんて調べたら出てくるんだろう。携帯絵文字、絵文字一覧。かっちゃんぐるぐるありがとう。ありますね。ありがとうございます。これをスクショして、これスクショってこっちですか。ドバンダさん、ハートありがとうございます。スクショして、で画像をアップにしようかなって。ありがとうございます。あ、待って、跳ね返る。このこれです。皆さんに送られたやつこれでした。違う？初めて見た？これ送ったの？これなんだろうって思うじゃん？こんなドアップで見たらなんか謎いな。ありがとうございます。あ、違うんだ。それはわかんないね。別物来たの？そうだったんだ。私はこれを送ったつもりでおった。それは顔洗ってるって絵ってなるね。確かにね、iPhone 専用かな。うん。あ、目ぐるぐるしてるやつもあった。いろいろあるよね。新しくいきなり増えたからさ、マジなんやろうと思って。こんばんは、満点ゴリラさん。こんばんは、トシさん。今日は28度ぐらいまで上がったって聞いたけど、明日はどれぐらい上がるんだろうね。めちゃめちゃ暑そうだね、明日も。やだなー。あ、夜ご飯は食べましたか皆さん。こんばんは、せいじさんも。マグさまらありがとう。夜ご飯食べてない。やだ。こんばんは、しなさん。よよよーへいさん。焼きそば。今食べてるとこ、食えな
昨日の夜さタイミング逃したってなってキュウリ食べた。キュウリ1本食べてお風呂入って寝ました。油淋鶏いいね、作りたい。油淋鶏さ、作ろう作ろうと思いながらさ、買いに行くとなんかいつもあれになっちゃう。チキン南蛮、チキン南蛮を作りたくなっちゃって買いに行くといつもチキン南蛮になっちゃう。キュウリを食べました。唐揚げも作ったけど、チキン南蛮多分これは作るのうまいと思う。自分で言うのもあれだけど、チキン南蛮2回ぐらい作ったことあって、でも結構さ揚げ物プラスなんかタレつけてタルタルもつけてってなると結構カロリーいくやんか。だからダイエットというか、まあなんだろう、食べ過ぎちゃった次の日は食べないようにとか心がけながら過ごしてます。カレーとカレーは魚で、カレーはカレー。揚げ物めんどくさいよね。揚げ物はわかる。でもちょっと前におばあちゃん家行ったら油使ったものを後になんかそういう専用の使い終わって油を入れてまた新しくなんか綺麗にしてもう一回使えるみたいなやつあるよって言われて、2つの発音同じなの。最後の文字が違う。カレイとカレーが違う。カレーカレイって感じです。カレーのさ、カレーの唐揚げ好き。シースさんバラありがとうございます。そうだね、カレーイじゃなくてカレー、うっすらイが残る。カレーはイっていう発音はないですね。ゴルフはない気がしますね。やったことない気がする。ボングさんありがとう、ありがとうございます。クーナ先生いつでも聞いて。ね、どうなんだろう。カレーのなんか煮付けとか、なんか甘く煮たやつすごい好きでした。ね、美味しいお惣菜。なんかこっちに出てきてからさ、魚をさ、なんか生魚とかやって食べるけど。焼いた魚とかマジで食べなくなっちゃって、そうなんです。魚
を焼くっていうのが台所にさついてるじゃん、魚焼くやつ。あれ前の家の時も一回も使わず綺麗なままやった。そう、まあ作ってあるやつを買ってやったら食べれるんかもしれんけど、こっちに来て一回も多分食べてない、自分の家で焼き魚。あれしたい、何やったっけ、あのさ川でバーベキューして火炊いて串刺して、あゆ、あれあゆ、あゆ、あゆのあゆに塩を振って炭火で焼いてって食べたい。食べたことない気がする、あんま記憶ない。今日大人っぽいお姉さん、嬉しい。美味しいの？絶対美味しいよね、ホクホク言いながら食べるの。ね、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 美味しそう。バーベキューしたい、嬉しい。さつごさんありがとうございます。魚昔は苦手やったけど今は好きです。そういう釣り場、バンゴさん買いのありがとう。そうだね、自分で釣って食べたい。釣って食べるのすぐお腹壊す。釣り、魚釣りはちっちゃい頃、ほんとちっちゃい頃にやったことあるような気もするなぐらい。てかあんま、そう、でもお父さんが夜なんか魚をただただ釣る番組あるじゃないですか。どうやって開いてんのか私わかんないけど、それをずっと見てるから、なんか魚釣ってる気分になる。なつと。若パンダさん、本当ありがとうございます。そう。でも魚釣りって結構焼けちゃう。30分だった。びっくりしたってなっちゃった。今のちょっと焼けるイメージある。大体そうだよね。早いね。早くもこんな時間になりましたけど、ちょっとギターを弾いて終わりたいと思います。今日 YouTube 撮ったんで、いい感じに編集できたら頑張って今週の金曜日に載せれるように頑張るので、新曲はまだ発表しません。
か、モグさんありがとうございます。ファンクラブの方で気づきっていうのね、あの前のバースデーライブの時に発表した曲をクルで弾いたんですけど、ショールームでも一回ワンハーフだけ聴いてもらおうかなと。まだファンクラブに入ってない方もいると思うので、ちょっとこの曲を一番だけ聴いて、そう、アーカイブに残っているので、もし気になった方はぜひ見てみてください。しーちゃん、レインボースターありがとうございます。ライブとかでも歌っていくと思うので、ぜひ覚えてもらえたら嬉しいです。オリジナル曲になります。推しポイントはどこですか？でも B メロがね、あの結構自分の中で好きで、自ら残した爪痕は、自ら残した爪痕は今を生きる証で、ただただ残るその痛みはどこかで燃えていた。サビの入りも自分で作っときながらなんですけど、結構好きで歌ってて楽しいけど、歌詞は思いを結構込めて書いてみました。ね、なんか後々から、あ、
その言葉で、そのあなたの行動で私は救われたんだなとか、あ、ここまで来れたんだなとか、後々気づくことも最近増えてきたりとかしたので、こういう曲に作ってみました。今はいろんなね、曲をバリエーションを増やしつつ作ってるのでね、この曲は結構今時っぽいメロディーかなとも、ちょっとキャッチーでだなと思ってるので、次どんな曲が来るか楽しみにしててください。かずいさん、ハートありがとうございます。ごちゃごちゃになったりしないかな。じゃあ最後に道を歌って今日は終わりますね。結構声も水が入る。せいちさん、ぐるぐるありがとうございます。ね、配信であんまり道って意外と歌わないなってさっき気づいて、
1でした。確かになコメント読んでって思ったけど、なんかイベント終わるみたいな感じやな、ひとくくりするみたいな。いつもねライブ終わりに弾いてる曲なので、久々にやってみました。たくさんギフトありがとうございます。コメントもありがとう。大人雰囲気？多分洋服のせいです。多分明日にはもう幼いくらいに戻っちゃってると思うからでも最近大人っぽくなりましたよね。ん？固まってた。いやもう顔は仕方ないんですよ。私のお母さんの顔見ればわかるけど、みんな幼いから笑ってる。え、思いません？思わない？幼いですよね、私のままね。だからなので多分それを受け付くんで、私はずっと幼い顔なんだろうなと思ってます。でも別に嫌じゃないんで。夜ご飯何食べようかな。見て、こういうのずっと言ってるんですけど、マックのさ照り焼き食べたいの。照り焼きバーガー、赤から照り焼きバーガー、あと一番は照り焼きのポテトフライが食べたいです。買ってこい。近くにあるんですよ。なんなら今日お昼ご飯食べに行った時も、すぐマックの目の前通ったから。いやダメですって言われてないんで、全然美味しかった。わーお、絶対美味しいよね。はやちゃん、これありがとうございます。ここ使われますか。ここにほくろありますよそう、気づかなかった。ここにほくろあるんですよ。何も気にしなかったけど、あるわ。あれ言ったっけ、2回目かもしれないから、はやちゃんバラありがとうございます。ロッテリアよりマック、私ハンバーガーのトマト嫌なんです。いつもだから抜いちゃう。それか先に食べちゃうことが多いね。なんでここにほくろあるんだろうね。ではそろそろ終わりますか結構長引いちゃった。またすぐ配信すると思うので、皆さんに早く会いたいな。直接会えるの今のところ7月6日ですもんね。あの対バンライブなので約1ヶ月ちょっと何かないか探しつつ。楽しみにしててください。
ちさんバラありがとうございます。かずさんハートありがとうございます。ね、いけないことはさ、何が一番嬉しいかなと思って。すごい、ハト？何？鶏じゃないな、これ違うな、ハトか。すごい飛んだね今。ありがとうございます、あやちゃん。ウィズライブ髪の毛ありがとうございます。なんか電話とかもさ、いいなと思うんですけど、どうですか皆さん。あんまりウィズライブの方が嬉しい。電話ってくるのめっちゃ緊張しちゃいそうだけどな。まあ楽しみにしてください、いろいろ考えるんで。ラグナスウィズライブやってよ。普通にしようね、しましょう、話しましょう。みんなの最近の出来事を教えて。ウィズライブで。ね、電話って緊張しますよね。いや、長々とで、あ、電話じゃない、配信しちゃうんで、そろそろランキングに移りますね。では13位チェロさんありがとうございます。12位ヨンミンさんありがとうございます。11位ミューズさんありがとうございます。10位グマニャさんありがとうございます。9位イルカさんありがとうございます。8位スンデブさんありがとうございます。7位香港の KK さんありがとうございます。6位ヒロパンダさんありがとうございます。変わっちゃった、もう一回いきます。13位ヨミさんありがとうございます。12位ミエズさんありがとうございます。11位グンマニアさんありがとうございます。10位ルカさんありがとうございます。9位スンドブさんありがとうございます。8位香港の KK さんありがとうございます。7位ヒラパンダさんありがとうございます。6位チョコラ DD さん、チョコラ DD さんありがとうございます。5位ミートさんありがとうございます。4位はやちゃんありがとうございます。3位しげちさんありがとうございます。2位若パンダさんありがとうございます。1位ボングさんありがとうございます。ありがとう、うん、ありがとうございました。若パンダさんお疲れ、ありがとう。ひろパンダさんこんばんも、ありがとうございます。お疲れ、ありがとうボングさん、ありがとうもありがとう。ではではでは、皆さんまた配信でお会いしましょう。ファンクラブかまちをしたら答えてね。またね、ありがとう、バイバイ。